プロフェッショナル統一全日本天壇選手権大会で優勝されました八谷一樹、皆川まどか組です。2連覇ですね。そうですね、はい、2連覇ですね、プロフェッショナル、はい、はい、アマチュアの時は5連覇して5連覇の後のプロの2連覇ということで、はい、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ファンの皆様に今の気持ちをお伝えください。そうですね、本当に今日もたくさんの方々に応援していただけてすごく嬉しかったですね。はい、ありがとうございます。はい、いつもラテン踊ったらもうスタンダードも見たいとか、スタンダードだけだった時はラテンも見たいとか言ってもらえるおかげで、どっちも今まで頑張ってこれてるので、本当に応援してくださる皆様のおかげで天ダンスこう大変ですけども頑張ってこれてると思ってますので、今後とも本当によろしくお願いいたします。天ダンス選手権に対してどのような調整をされてきましたか？そうですね、まあ、いつもコンスタントに僕らはラテンとスタンダード練習しているんですけども、まあ今日も、まあ、オナダンス含めて41曲も踊ったんですけど、まあ、本当にエネルギーだけだと疲れてしまうので、しっかりとテクニックもしっかり学びつつ、毎曲毎曲ちゃんとテクニックもしながら、自分たちの持っているエネルギーだとかパワーっていうのをお客様に伝えるように心がけて踊りました。はい、毎日1日24時間の中でラテンもスタンダードも練習するっていうのは厳しいことなんですけれども、それでも頑張ってきたので、頑張ってきました。今日に向けてこれからも頑張っていきたいです。はい、今日の結果に対しての喜びや感謝の気持ち、どのような方にお伝えしたいでしょうか？そうですね、まあ、本当にまずはこのような機会を設けていただいた運営者の方々にまずお礼はもちろん言いたいですし、今日、はい、会場にお越しいただいたお客様だったり、いつも日頃からお世話になっているお客様、またスポンサー様ですね、真鍋さん、高田さん、インターナショナルさんに、はい、感謝を伝えたいと思います。まあ、もちろんパートナーにも。やっぱりスポンサーの方もちろんなんですけれども、自分たちをこうラテもスタンダードも一生懸命面倒を見て、いつもこう声かけてくださってるコーチにやっぱりこの喜びを共有したいです。はい、天ダンス日本代表選手となりましたお二人から、世界に向けての意気込みをお聞かせください。そうですね、もう本当にこの試合っていうのは世界選手権に出るための通過点であるので、いつも自分たちは世界で勝つために練習しているので、はい、まあ、去年は、まあ、今年は行けないんですけど、来年行けるということを聞いたので、はい、しっかりそこまでに自分たちのできることをしっかり明日からまたやっていこうと思います。はい、世界選手権本当に楽しみで、昨年も優勝してもうその世界選手権行くぞという気持ちでやってきたんですけども、今年は多分できない、出られないと思うので、来年もちょっと世界情勢的にどうなるかわからないんですけども、モチベーションが下がらないように高め続けて頑張りたいと思います。はい、プロフェッショナル統一全日本天ダンス選手権大会で優勝されました八谷一樹、皆川まどか組でした。おめでとうございます。ありがとうございました。今後も期待しております。ありがとうございます。